それの方がモテです、さすがに。正直で素晴らしい。やっぱご飯がちょっとまずいとなるとまずいって私服とか入れてんのになんか木の棒がふって出てるんですよ。経営学とか、まあ、そういう勉強の本だったりだとか、あの劇場のチケット売るのに必死でした。すげえスイッチ入っちゃって思いっきりあのボール奪いに来て浜田横浜 FC から。8月号に引き続き仲良し同級生コンビが登場。今回はプライベートに迫ります。ここからは一人一人に喜びと感動を、小野寺グループと湘南ユナイテッド BC の提供でお送りします。浜田横浜 FC、 今回のゲストは先月号に引き続き小川幸輝選手と伊坂善意選手です。よろしくお願いします。高校時代お二人はどんな学生さんでしたか？善意どんな学生、まあ、真面目な感じですね。とにかく真面目で、電車でよく赤シートで告白しながらずっとやってたっすね。だから移動を使うタイプ、電車でなんか一夜漬けみたいなのを3日前ぐらいからやったら結構できちゃったりしてたんで、移動とかでやってた気しますね。確かに学力的にはどちらが？いやもう全然こっちでしょどう見たってそれはもう僕です。全然気にならない。彼はもう赤点取らないように頑張ってたタイプです。どっちかっつったら。あ、なるほど。もうキャプテンですし、赤点取ったら大変なことになるんで。え、逆にあのどんな学生さんでした？チャラいイメージもありますけど、まあ、意外と朝練とかもしてましたし、こうキーパーのやつ連れて、まあ、俺のこと負けず嫌いって言ってますけど彼も結構負けず嫌いですし。今チラッと出ましたけどチャラいみたいな。結構ね俺言われるんですよ。どうぞ正直に。チャラいっていうか、まあ、女の子は好きですし、まあ、普通に彼女とかだったりとか、まあ、そういう女の関係はあれでしたけど、やるときはやるっていう、メリハリみたいなのちゃんとしてるタイプ。今もそうですけど、うん、まあでもモテたでしょうねお二人とも。学生時代どうですか？まあ、俺の方がモテです正直で素晴らしい。もう卒業式とかあれでしたもん。すごかったね。色紙とかみんなこう上から書いてくれみたいな感じで囲まれてましたね。なんかこいつここ変だな、変わってるな。今もそうだし昔もそうなんですけど、携帯とかいじってると、うん、もう話入ってこないですね彼は。よく言われます、めちゃくちゃこれは、はい、奥さんとかにも怒られたり、はい、ねえ聞いてる？聞いてるっていうか、俺が適当にうんっつって返事して大事なことだったらしくて、いや今日それするって昨日言ったじゃんみたいな、返事してたじゃんみたいな、うんうん、それ立ち悪いやつですね言っても入ってなんか来ないっていうのはもう昔からそうですね。逆にありますか？今すぐ出てきましたよ今。ありますよね。まあ、真面目が度が過ぎてるっていう、度が過ぎてるっていうか、旅行行った時とかもそうなんですけど、途中で帰ってトレーニング入れるんですよ。でなんかそのリュックサックに私服とか入れてんのになんか木の棒がふんって出てるんですよ。でそんななんかその木の棒をトレーニングで使うらしくて。それをなんか持ってきたりしてリュックから出ちゃってて、でもう何回も「お前今日はいいじゃん行くなよ」みたいな感じで結構葉っぱかけてこっちに誘惑するんですけど、芯がしっかりしてるから「いやダメだ行く」って言って、でこれだるいでしょほらって、誘惑めちゃめちゃ持ってくるんですけどね、そこで一回「おっ」ってなっちゃうんですけど「やっ」つって戻ってきて。系の方ですか？まあ、ルーティーン、彼は、ね、なんか最善尽くしたくなっちゃうんですよね。そこまででもできるってすごいですね。すごいなと思います。すごいところでもあり、オフを楽しむ友達としては寂しくもありみたいな感じですね。まあ、でも変わってきましたけどね。ちょっとオフの日とかは休むべきだなとか思うようになってきたし、うん、あれ案外これ聞いたことないかもなっていう、今の奥さんとの出会い聞きたいですね。あ、それそういう話ってされないんですか？聞いたことないですね意外と。あら意外。19歳ぐらいかな。高校卒業してから。卒業してから
ご飯とか食べてるその場に来た子で、でもそっから3年ぐらい何にもなかったんですけど、え久しぶりに会ってご飯行って会って、もうそのご飯中に告白してた感じです。そんなことあるんですか？もう俺直感タイプなんで、そのもうずさっと来たらその日に、どういうところにズキュンときたんですか？いや普通にシンプルにタイプだったっていう。おお。なんかピッて連絡来て、たまたま、たまたま、あじゃあ今日今から行こうよってなって、でその日に付き合って、でもすごいなんかちょっとドラマチックですね。本当ですか？でもそこからお付き合いしてもトトトってご結婚。そうですね。ですってですってぽいっすね。ぽいあっぽい。そんな感じっす。じゃあ逆に井坂選手に、好きな女性のタイプにしようかな。ありきたりっすけど、はい、優しい人っすよ本当に。ありきたり、やりありきたりっすけど必要ですよね。あそうですね、優しさと綺麗な人が好きですね。どっちかって言ったら奥様にするには絶対条件絶対条件、まあ、ご飯食べるの好きなんで、やっぱご飯がちょっとまずいとなるとちょっとまずいって、こちらはまずいぞってなってきますね。あとはなんか自分のペースも尊重してほしいですね。なんか自分の家でのリズムとかも尊重してくれる人じゃないと、僕みたいなタイプは特にルーティンもありますしね。ありますしだとやっぱ助かりますね。あの散々楽しい話を聞かせていただいてありがとうございました。絶対に J1 昇格してください。よろしくお願いします。今回はありがとうございました。ありがとうございました。ここまでは一人一人に喜びと感動を、小野寺グループと湘南ユナイテッド BC の提供でお送りしました。